はい、えー、それでは始めていきたいと思います、えー、皆さん、えー、こんにちは、えー、では始めてまいります、えー、2021年、えー、新全日参加講座、えー、本論編の民法第1回前半の講義を担当デモの方で始めてまいります、えー、初回ということなんですが、えー、こちら今回講義ノートというものが持ってきてほしいと言ったんですがこちらの方の1ページを出していただけるでしょうか講義ノートという冊子の1ページ丸1分冊の1ページというやつです え、まずちょっと軽く、ガイダンスっぽいことから始めていきたいと思います。えー、全日動画講座、抗議園、民法、ガイダンス。関数字1番、使用教材。1、ブレイクスルーテキスト。以下、このブレイクスルーのこと、BT というふうに略していきます。で、全部で4冊、出ております。で、使うこと、えっ、ー、と、次の冊子に行くときは、必ずこちらからアナウンスします。なので、しばらくの間は、民法1というものだけ持っててください。えー、しばらくは1だけで結構です。資格枠、後で説明いたします。 丸二丸三丸四丸二持ってきてほしいものは次は六法民法、えー、全体構造でも言いましたが、もう極論、民法さえ乗っていれば構いません。民法が乗っていれば構いません。で、もう一個次が、講義ノート。丸一と丸二というのがあります。しばらくは丸一で結構です。しばらく丸一で結構です。えー、あるタイミングで丸二に切り替えてもらいますが、その時はブレイクスル、えーンと一緒に説明しますので、しばらくは、えー、ブレイクスの一分冊目と、 講義のも ① といいうものだだけ持ってきてきくださいで次に合格ゾーン過去の本試験問題集というのがありますでこれは4回目の復習4回目の復習から本格的に使っていきますなので4回目の時にはこの合格ゾーン上中下というのがあります民法上中下とありますので上を4回目に利用していきます 4回目のところで民法の「条」を使いますので必ずそこはご用意ください使い方から説明しますので「条」の方のご用意をお願いしますでは続いて関数2番司法書士試験における民法、えー、司法書士試験の最重要科目だとこの認識をいまして持ってください 理由が二つあります。丸一番。まずは配点です。全部で二十問出ます。で、次に多いのが二行目に載っている、不動産東京の十七問なんです。で、一番右に載っている、全体構造の最後だった、民事執行法に至っては、一問しかないんですよ。まあ、これをね、まあ、費用対効果が一番悪い科目と、費用対効果最悪の科目なんですよ。 それと考えてもね、民法が20出るってのはどんだけ重要かってわかると思います。また、この科目を落とすと被害がでかいんです。<laughs> 丸2を見てください。他の科目との関連が強いんですよ。だこれ勉強しないと、他の科目が伝わらないんですね。なんで人によっては、もう本当に心臓科目というほど、 重要だというふうに強調する人もいるぐらいです。関数字3。復習方法。で、これは具体的に4回目から復習方法を変わります。4回目から変わります。で、3回目までは今まで通りの復習方法。3回目までは今まで通りの復習方法で言ってください。 だから生クラスの方でいうと、えっとつい、えっと、今日は月曜日1コマだけで水曜日が2回、3回で金曜日で4回、5回になってきますので金曜の復習から変わってきますのでちょっとそこまではいやいや全体構造同じようにやっていってください、はい、でちょっとページの方は5ページまでいきなり飛んでやってください。5ページまで。 飛んでやってください5からパラパラめくっていくとままででから12まで、えー、この民法第1回目でやりたいことっていうのがあの本体に入る前の、まあ、最後の基礎固めというか本体に入る前にどうしても触れたい民法の知識を何個か触れていきたいと思っています。 ではえ、まずは講義ノート中心で説明していきます。ブレイクスルーはちょっと横に置いといてください。講義ノートだけで説明していきます。いきましょう。第2巻。物件と債権と書いたところです。絵をご覧ください。民法の権利は大きく分けて2つになります。左側、債権。下の方、物件。これは、 どこに刺さってるかの違いです。どこに刺さってるかの違いです。人に刺さってる権利が債権で、物に刺さってる権利を物権と言います。人に刺さってる権利を債権と呼んで、物に刺さってる権利を物権と呼びます。 で、今回、この二つの違いをいろいろ見たいんです。この二つの違いをいろいろ見ながら、いろんな基礎知識をつけていこうと思います。関数字1、物件。物に対する直接的、排他的。ここを強く意識してほしいんです。支配権って言葉です。ちょっともう一回言ってから中身いきますよ。 これからね、もう物件という言葉が来たら、これはね、支配する権利だっていうのをね、強く持ってほしいんです。支配する権利と。ちょっと復習がね、頑張って行ってみて。物件の代表例が所有権です。所有権があったらできること3つ。所有権があったらできること3つ。 使用、収益、処分。使用、収益、処分。この三つでしたね。つまり、パソコンの所有権を持っているってことは、パソコンを使えるし、人に貸せるし、売ったり捨てたりできるわけよ。使える、貸せる、売ったり捨てたりできる。 使える、貸せる、売ったり、捨てたりできる。ってことからね、もう昔の人はね、もうこれで、意のままに使える状態だと。意のままにできる状態だと。意のままにできる状況だ。支配してるんだっていうふうに考えたんです。使える、貸せる、 捨てることができる。もうこれは意のままに使えんと同じだろうと。ってことで、物件のイメージは支配です。もうイメージはね、あのね、手で掴むようなイメージ。手で掴むようなイメージ。俺が抑えてるんだっていうのはね、 手で押さえてるようなイメージを持ってほしいんです。もうこれからやる5ページから12ページにも共通するのがこの支配というイメージです。 では、この一行ですが、ちょっと細かいところも詰めていきましょう。その前の4文字、6文字かな。直接的、排他的って言葉ね。で、それぞれその下、カッコ1、カッコ2と繋げていきましょう。カッコ1、直接的とは、物に対して直接向いている権利、ということと。あんまり、あの、今、次のね、比較するまでは意識なくていい。物に向いているってこと。物に向いていると。あ、そう。 カッコに入った一つの物に両立できない複数の物件は成立し得ない。ここです。両立できないと。ちょっとね、その下の図、左からね、復習カレンやっていきましょう。いきますよ。二重譲渡、二重譲渡です。A さんが土地を持ってました。で、これを、 右の B さんに売りました。意思主義ですから、所有権は飛んでいきます。意思主義だから、所有権は飛んでいく。だから B は、不完全ながら所有権を持つじゃないかと。一方、A は、実際にいる C、C にも売っ払ってしまうと。これによって、C も丸書、所有権を持ってしまいます。 二重譲渡によって、たや B が所有権を持ち、たやこの C も所有権を持ってしまう。じゃあそれはありかってことなんですよ。一行目の括弧の中に書きましたね。一物一権主義。一つの仏に二つの所有権は NG。一つの仏に二つの所有権は NG。 NG でしたってことでね実はこの状況今の左側の絵の状況はまずい状況なんですじゃあ右行きまう右ここで、ね B が投棄したとしますするとね絵を見てほしいんですが B が C の所有権を排除する B が C の所有権を排除できるんですこんなふうにこんなふうに考えてくださいねあの B が投棄することによって B の支配が確立するんです B が 投記することによって B が支配したと。だから邪魔するお前は出てけど。邪魔するお前は出てけど。このね、排他的排他性っていうのはイメージは、両立できない権利を追い出す。両立できない権利を追い出すってイメージがいいです。両立できない権利を追い出す。 ってことで、ね、型や所有権、型や所有権を持っている状況はまずい。どちらかが登記する。支配が確立される。で、支配が確立すると、他の権利を追い出すんだと。支配が確立すると、他の権利を追い出すんだと。 ではね、じゃあちょっと繰り返してさっきいきますね。えー、2、えー、つの所有権がなまずい。なんで、こちらが登記すると片方を追い出す。配達性両立できない権利を追い出すと。両立できない権利を追い出すと。で、ちょっとこれね、もう少しこの1行を読ませてほしいんだけど、1つの物に両立できない複数の物件って書いてあるでしょ。所有権とは言ってないよね。所有権とは言ってないよね。物 物件と言ってるよ、ね、全体構造で説明した物件,説明した物件に一つ地上権っていうのがなかった地上権。ちょっとこれ今ね画面の方に少し書いていきますんでちょっとまず見ててください A さんが土地を持っていて B さんにちょっと色ごめんなさい 地上権設定し、C さんとも契約して、C さんとも地上権設定契約をしてしまったと。ちょっと確認ね。地上権何どういう権利使用収益する権利だね。これってね、B の使用する権利と、 シートの使用する権利は両立できません。これも両立できません。だからね、実はこれも同じでね、これも同じで、どちらかが登記してしまえば、邪魔する権利を追い出せます。どちらかが登記すれば、邪魔する権利は追い出せます。 どちらかが登記すればね、邪魔する権利は追い出せます。で、今から言うのはまだ軽めに聞いておいてね、実際これはね、こういうふうに出るの、今のね、この地上権の話はこんなふうに出るんです。えー、っとね、これね、不動産東京って科目でこう出てきます。ある土地に地上権の登記がされている。 この状況で別人の地上権の登記が受け付けられるか、丸か罰かって出るんです。ある土地に地上権の登記が入っている。この状況で別人の地上権の登記が受理されるかっていうと、受理されないと。登記してるんだから支配が確立している。だから邪魔する権利は来るなっていうふうに追い出せるんだと。 というのでえこちら、ね、配達性悪魔えこちらね、両立できない所有権と言ってませんかね、物件と言ってますかねあの。ちなみにですけど、で今これ地上権、地上権してるじゃないですかこれ両方とも抵等権だったらどうでしたっけこれ全体構造でありましたね。 両方抵当権は両立できちゃうんですよ。両方抵当権は両立できちゃうんです。なので、ちょっと細かいんですが、意識しておいてください。これ、両立できない物件。この二つの言葉ね。両立できないと物件という言葉。この二つを両方意識しておいてください。物件だってこと。所有権に限ってない。あともう一個は、両立できないものだけダメだっていうふうになるね。両立できないものは追い出すんだってことなのね。 何が両立できて何が両立できないかだんだん分かってきますから今はそれを一個一個覚えようとはしないで大丈夫です、はい、では今度下行きましょう関数字に債権。人から他の人に対し特定の行為作為不作為を 請求する権利、請求する。もう、まさに全体構造で言った通り、何々しろと。矢印持ってる人に対し、何々しろっていう権利です。よしと。はじめ書くところはもうるぐらいで構いません。 債権を持っているってことは、何々しろというイメージね。何々しろっていうイメージ。一方ちょっとくどいんだけど、物件があるっていうのは、くどいんだけど、支配しているイメージ。支配しているイメージね。で、強く意識してほしいのは、債権持ってたら、支配と言えるか。 え、まだ伝え教えてないよねいやいや、そうじゃなくてね。そうじゃなくて、今から言うのは妥当かどうか考えて。いくよ。いくよ。俺さ、田中にさ、代金債権持ってんだよ。あ、そうなんだ。だからさ、田中は俺の言いなりね。田中は俺の言いなり。あいつはね、俺に代金債権持ってんだよ。だから俺は支配してんだ、あいつだと。あのね、あの、近代国家でそんなこと許されるわけないでしょ。人が人をね、支配するなんて許されないんですよ。 ってことでこの債権には支配性がないってことだね債権の方は支配権というイメージが全くないってことじゃあねそうした文章にできますね米一 直接性なし。物に対して直接向かう権利では、ちょっとひらがな入れていきましょう。ないと。物に向かってはないよね。と確認できますか人に向かってるよね。物に向かってないよね。そしてもう一個重要な点が米の2。排他性もないんです。だから、両立しない権利は、追い出せないです。追い出せない。両立できないものを、 追い出すことができないんですでちょっとこれもう具体化しましょうこのね直接性がないってことと排他性がないで何が変わってくるかページをめくっちゃってくださいちょっとごめん順番入れ込みさせてください下の方 排他性の有無。関数字3。両者の具体的相違点。括弧2。排他性の有無。丸一物件。A が高土地を B と C 二重調とした。いずれか一方の所有権を優先せざるを得ない。先に工事、登記した方が優先する。先に工事した方が他の権利を排除することになると。 さっき言ったことを文章にしただけねじゃあね今度次丸の2債権っていうのを見てください債権でねちょっとこちら新しい権利の名前が載ってます賃借権っていう権利が載ってます賃借権と言いますでこれは皆さん俗に言うね 賃貸借。貸し借りしたときにできる権利なんです。貸し借りしたときにできる権利なんです。じゃあもうちょっと行くよ。ネこクあるからね。A さんが土地を余らしている。で、B さんがこれを使いたい。A さんが土地を余らしている。で、B さんがこれを使いたい。A と B で賃貸借契約ってことするんです。賃貸借契約ってことをします。 本当にイメージのね、貸し借りの契約。A と B で貸し借りの契約っていうのをするんです。で、この貸し借りの契約をするとね、B から A に賃借権という権利が発生します。ちょっとゆっくり言うから書いてて。賃借権ね。使用収益を 請求する権利、使用収益を請求する権利。ええつまりもうちょっとざっくり言っちゃいますと、あの使わせろ、収益させろ。 使わせろ、収益させろっていう権利です。で、ゆっくり見てね、矢印どこに刺さってますか土地ですか人ですかと。人なんですよ、これ。ええという人に刺さってるんです。土地じゃないんですよ。人に刺さっちゃってるんです。 でね、実はこの状況で下にいる CC も A と同じように賃貸借契約をしてしまって C も A に使わせろっていう権利を持ってるんですで損した1行内容に矛盾する債権も有効に成立し得る2つの債権は残ってしまうまたいきますよ 片方から使わせろ。また別人から使わせろ。二人に使わせることは無理です。二人に使わせることは無理です。はい。で、これ、もし、さっき見たんですよね。 これがもし地上権であれば、どっちかが登記したらお前出てけっていう風に言えるんです。どっちかが登記すればお前は出てけって言えるんです。なんでかっていうと、地上権は物件だから配達性があるんです。地上権は物件だから配達性があるんです。一方ね、 今見てる賃借権は人に刺さってる権利、債権です。人に刺さっている権利、債権なので、これは残念ながら追い出せません。債権だからこれは追い出せません。 じゃあ、まずこれどうなっちゃうかって言ったら、あの、現実のことを言えばね、現実的なことを言えば、あの、この A さんが、じゃあいいよ、B 君君可愛いから君に使わせるね、と。もう A の気持ちで決まります。あ、もちろん、もちろん、使われ、使うことできなかった C は A に対し、損害賠償は何なりという話にはなってきます。もう A の気持ちで決まってしまうだけなんですね。 このね債権っていうのはこれが厄介で、あで、ね、両立しなくても残っちゃうと。ってことが厄介なのとこなんです、えっと。試験的にまともな話と実際にやったらふざけたふざけたじゃないと、えー、実際に昔あった話どちらにしましょうかんじ,ゃあじゃあまずは試験的な話にしましょうか。あのかつてこんなふうに出たことがあります。聞くだけで結構です。さっきの話に付け加えね。さっきこいつの覚えてますかね。一つ地上権が登記している状況で。 もう一個の地上権の登記が受理されるって言ったらバストそう出るって言いましたよね。それと同じような感じで出てくるんです。一つ鎮釈権登記が入っている状況で、次の鎮釈権の登記は受け付けられるかっていうと、残念ながらこれ受け付けられちゃうんですね。 では、もうちょっと別の話を、債権で別の話をもう一個させてください。まあ、初め見るだけにしようといて。A さんがトータルで100万円しか持ってないとします。で、B さんが A さんに100万円貸している。なおかつ、 C さんも A さんに100万貸しているこれ2つとの権利って両立できないってわかるあの B か A から100万取ってなおかつ C も A から100万取るって無理ですよね100万しか持ってないんだからはい両立できないんですが両方ともっている権利は債権なので お前さ俺貸してるから出てけよ言えません。俺貸してるから出てけとは言えません。どんな原理で配当されたか言えますか債権者平等原則と言いましたね。債権者平等原則って言いましたね。まさにこれも債権は配達性がない。追い出せない。 債権には配達性がない、追い出せない、そこから来てるんですね。はい。というこで、債権が2つあったら、これは追い出せないよと。だ結局も、お金の場合については平等配当するんだよと。 まあいろんなことを言いましたが、今一度変え言ってからちょっと変な話を一つしましょう。物件は排他性があるから矛盾する権利は出てけって言える。債権には排他性がないから矛盾し,なくて,矛盾していても、ね、出てけとは言えない。追い出せないと。矛盾していても追い出せないと。そんなデメリットがあるんだよと。えー、今から言うのは、ね、メモっても後々何も役に立ちませんので、えー、まあ見るだけにしといてください。じゃあ言うなとしゃべりたいだけです。 うんじゃあね、ちょっと、じゃあ、さすがにちょっと、インシャンにしきますね。じゃあ、愛さんにしときます。あの、あいある愛さんがね、あるところから、まあ、その、まあ、ある業者からね、出演しろと。っていうね、まあ、契約をしたんですね。 あのー、まあ、その、ある、元、あるね、ある愛さんね、ある愛さんが、まあ、愛元屋さんがね、<laughs> すいません、あの、これじゃあやめえっ、ー、と、ある愛さんがね、ま、狂言をしなさいっていね、あの、出演契約をしたんですういったね、同じ日の同じ時間帯に、確か名古屋あたりかな、名古屋あたりでね、全く遠いところの距離で、同じ時間帯で出演しろって契約を結んじゃったんですよ、その元屋さんは。これってね、この出演しろって権利も両方とも債権だから、だからこれ、追い出せないんですね。 だどっちが先に契約するとかね、関係ないんですよ。だこれも、結局も愛アイさんもっと、も,うもとん、じゃアイさんだ。アイさんの方が自分の意思でどうしようかなと。っていうことを決めて、片方には債務不履行と。契約違反になっちゃうんですね。まあ確か実態としてはさ、チャーター機かなんか持ってたんだけど。やようそれ以上は。はい。じゃあこれで一つ目。 おししままいとしますがじゃあもう一ついきましょうかねあのー、一番上の方に行く前にちょっと言わしてほしいんですが「賃借権」って何てメモしましたっけ?「使用収益を請求する権利」とメモってもらったんですね。地上権と似てるんですよ。その違いを説明します。地上上権と似てててるっ,て言ってねのの方の カッコ1、直接性の有無。こちらを見てください。左側、A が地上権を有するとき。見ていきますと、こちらね。A と B がいて、B が土地を余らせている。A と B がいて、B が土地を余らせているとします。で、ここで A と B で、 地上権設定契約。A と B で地上権設定契約をしました。すると、A は土地に対して地上権という権利を持ちます。土地に対して地上権という権利を持ちます。ちょっと矢印のところにね、地上権とでも書いていてください。矢印にね、地上権とでもね、書いておいてください。 地上権は使用収益できる権利です。使用収益できる権利なので、この A は契約をすれば即座に使えます。契約すれば即座に使えます。ちょっとね、今、今画面に一回書きますけど、だから何って初め思うから、あんまりそこは意識しないで。A と B で契約する 土地に対する権利をすぐ持つ。だから A は使えると。契約すれば即 A は使える状況になります。で、 実はこの地上権全体構造で少し言ったんですが全く流行ってません全くと言っていませんあの。見つけたら、ね、本当に今日はいいことありそうだって思うほど、ね、もうまず世の中で見ませんもう理由は、ね、これ B が持っている所有権の中の使用収益権が A に奪われちゃうんです。所有権の 使用収益権が A に奪われてしまう。だからね、地主は普通地条件設定なんてまず応じません。自分の権利が奪われちゃうっていうよね、契約はまず応じませんよ。で、世の中で同じことをやる場合はね、もうね、90%以上が右の賃貸借になります。右の賃借っていう方になります。 貸し借りになります。ちょっと見ていきますとね。A が B から沈借している場合、A と B がいて、えっと B が土地を余らしている。で、A と B で貸し借りの契約をする。A と B で貸し借りの契約をする。で、A と B、それぞれ肩書きがつきます。で、もしよかったら振り仮名振っといてください。 A さんの肩書きを、賃借人、賃借人。他の呼び方もあるんですが、私はこう呼んでます。賃借人。で、B の呼び名を、賃貸人、賃退人。賃借人、賃貸人と。 そしてよいしょ、先ほども書きましたがお名前もう一回書きましょうか A から B に対しては沈借権という権利が発生するこれはくどいようですが 使用収益を請求する権利と言いましたちょっとゆっくり見てね矢印どこに刺さってます土地に刺さってないんですよ土地に刺さってないんですつまりねいくよ A, B で契約しても土地の権利を A は持ちません。A, B で契約しても A は土地の権利を持てないんです。まあ、裏返せばね、A が土地の権利を持たないってことはあの B に土地の権利が残るんです。B に土地の権利が残るんです。契約する 請求するんです。契約後に使わせろと請求する。やっと使える。契約する、使わせろと請求する。やっと使えると。契約する、請求する。やっと使えると。こんな風にね。 なっていきます。で、このようにね、型や地上権という権利は、これは土地に対する権利です。一方、債権というのは土地に対する権利じゃないので、即座に土地は使えないんです。すぐさま土地が使えるわけではないんですよ。 で、一見ね、これだけ見ると、まあ、その、プロセスの違いだけじゃないかと思うんです。確かにわかるんですよ。プロセスの違いに、あの、家庭の違いに過ぎませんよ。契約して即使えるのか、契約して請求して使えるようになるのかっていうプロセスの違いかもしれないけど、実はこの違い大きく出てくることあります。どっちかは、B が嫌だと言ったら使えなくなっちゃうんです。わ <laughs> かります どっちかは B が使わせねえぞって言ってあればね、契約違反かもしれませんが使えなくなります。もちろんそれ、賃借権です。もちろん賃借権がそれになります。 じゃあねちょっともうあのねこれが理解できてるかちょっと質問したいと思いますので僕あのね考えてくださいどっちかの権利はね A が B に対して壊れたから直せって言えるんですどっちかの権利はね A が B に対して壊れたから直せって言えるんですでもどっちかの権利は言えないんですよ じゃあもう少しね、くどくいきますよ。どっちかの権利は A が B に対して、B に対して、B に対して直せと言えるんです。賃借権です。ちょっとこれ、えっ、ー、と、鎮釈権の方で結構です。606条と条文番号を入れて、606条を見てください。606条と条文番号を入れて、 206畳を見てください1個でいいですよ一個ね本文だけでいいですよ 賃貸人は賃貸物の使用日収益に必要な修繕をする義務を負う。裏を返せば借り手側は直せと請求できます。借り手側は直せと請求できます。これ地主側の義務としてますけどね、裏を返せば借り手が請求できるということも指します。 この606条に当たる条文は地条件にはありません。606条に当たる条文は地条件にはないんです。606条に相当する条文は地条件にはありません。もうごぞ、えー、分かってきたと思いますが、もう一回同じことを言わせてください。 画面の方、少し使いますとね。鎮釈権は債権なので、人に向かってます。人に向かってる権利だから、人に対して使わせろ直せって言えるんです。もともと人に向かってる権利だから、人に対して使わせろ直せって言えるんです。じゃ、地上権はあのね、地上権、ヘリスではこうだよね。地上権は土地に向かってるんだから、地上権は土地に向かってるんだから、極論ね。 土地に対して、なあ、治ってくれよいいから治ってくれよと。まあ、言うやつはいいなと思いますけどね。土地に対する権利だから、基本、人にどうこう言えないんですよ。地上権は、物に刺さっている権利だから、基本、人に対してどうこう言えないんです。 賃借権は債権。人に向かっている。だからその人に請求ができる。地上権は物件。物に刺さっている。人にどうこう言える権利じゃないと。本当にこのあたりが、いわゆる本当に基本ということのところになります。債権と物件の違いっていうのは初めから強く意識しておくと、その後の入りがだいぶ違います。 直接性の有無って書いてますね。仏に向かう権利か、人に向かう権利かって違うね。仏に向かっているかどうか。これが直接性の有無ってとこね。はい。では、これぐらいにいたしまして、ちょっとこのあたり、少しテーマを書いていきます。7ページお願いします。 物件債権の優劣関係。物件 vs 物件。債権 vs 債権物件 vs 債権括弧一）物件相互の優劣関係。物件 vs 物件。工事の前後にて決する。えー、復習いきますよ。所有権と抵当権2つ発生しちゃいました。どっちが勝ちます 先に登記者を勝ちますね。定等権が2つ発生しちゃいました。どっちが先もらう先に登記した方ね。で、もう1個ね。定等権と地上権が発生しちゃいました。競売後、地上権は残るか消えるか、どっち競売後、 地上権が残るか消えるかって言ったら、地上権が先登記していれば、地上権は残るけど、地上権が後に登記していたら、これは地上権は消されてしまうと。全体構造でも言ったことをもう一回繰り返すと、物件の優劣は登記で決まるってことでした。物件の優劣は登記で決まる。 ここでいう工事というのは不動産であれば陶器になります。ここでいう工事、不動産で言えば陶器のことを指します。 はいでちょっと新しい言葉がありますでその下に「物件の追求項追求項という新しい言葉があります下の絵を使っていきましょう A がいて B の土地に一抵当権 B がいて横の C に丸の字上と。A からもう一回縦に。丸三投機。まあ、結局あの、低投を刺してとえの、売っ払ってるという状況で、A が先に登記してるから A の勝ちですよと。単純にそれだけですね。A が先に登記してるから A の勝ちですよと。だからこの C は、低当が刺さっている土地を買っている。低当が刺さっている土地を買っていることになると。 で、真が、これをデーに売ったんです。C から右。C がこの土地をデーに売ったんです。すると、このデーも、低糖が刺さったものを買ったことになる。低糖刺さったものを買ったことにもちろんなります。あ、ちなみにもう頭か使わなくていいからね。あの、このデーが E に売ったら、E だって、低糖刺さったものを買ったことになると。 F に行っても、G に売っても、抵当を刺さったものを買ったことになると。その通りです。これ逆に言いましょう。これ A から考えたらね、A から考えたらどうなるかと。下の文章を見てください。今のことを A から言ったらね、D に対しても抵当権を主張できる。D に対しても主張できるってことですよね。 E に行っても E に主張できる。F にも主張できるとことです。追求項。こんな風に思ってください。物件は登記していれば追いかける。所有者が変わっても追いかける。追求項のイメージ、えー。所有者変わっても追いかけると。 この物件、ほとんどに共通する力です。追求項登記していれば、所有者変わっても追いかけるです。所有者変わっても追いかける。 でその下たちを見ていきましょうか。例に国な結果じゃないかと。ちょっと画面の方を使わせてください。よいしょちょっとまずは一回見るだけで結構です。 えっと、民法をこれから勉強してる、散々出てくる言葉に、取引の安全って言葉があります。取引の安全。で、これちゃんとした定義はすごく難しく、なおかつあんまり役に立ちません。私はいつも思ってるのはね、取引の安全って言った場合ね、不意打ちを避けたいと。不意打ちを避ける。 不意打ちを避けたい、不意打ちを避ける。あの、あまだ書いてますね。あの、不意打ちってどんなイメージありますかね。 多分こう、意打ちっていうのはこう、まさにこう、歩いてたらこう、後ろからガーンって、嘘ーと、なんで殴ってくんのと。ま、たぶんこんな感じだと思うんですよ。不意打ちで知らないんで、ダーンってやられると。え、なに民法って遅いの不思議だって。いや、そうじゃなくてね。そうじゃなくて、ここでこんな感じなんです。うん、どうしようか。で、ぐらいにしようかで、よーし、この不動産買ってみるぞ。よし、買ったやった不動産買ったぞえ、嘘 抵抗刺さってる知らなかったよこんなのなんでたさたうわ、痛いやられたいや、知らねえよなんでテイ刺さってんだよと。民法が嫌がってるのはこういうね、不意打ちってのはすごく嫌がるんです。ただ実はこの事案、不意打ちにならないんです。真ん中を見てください。 不動産等の取引の常識ってとこです。まずは絶対調査をします。投規模などで調査をするはずなんです。買う前に調査をするはずなんです。全体構造でも言った通り、これ不動産取引、必ず投規模調査をします。投規模を見た上で、 買うか買わないかを決めるんです。そうし下見てください。投規簿などを調査して、買うのか、買わないのかを決める。その下の文章。デは投規簿を見て、低当の存在を知っている。低当権を覚悟して買っているはずなので、低当の負担をかけて構わないと。だから不意打ちにならないんだよと。 ちなみに、たまにある質問を言っておきますとね。じゃあ、登記簿見なかった場合は保護されるんですかそういう怠け者は保護しません。もう大前提が、調査することが大前提としてルールを作ってます。登記簿などを調査した上でも取引に入ることを大前提としてルール化してます。 そういう調査をしない、怠け者の存在も鼻から考えてません。 ということで、これぐらいにして、次のページに行く前に、ちょっとね、えー、軽くまとめさせてください。見るだけでいいからねはじめのうちは。えっ、ー、と、大きくざっくれば、えー、皆さんに伝えられたことは3つ。1つ目は、こちら。調査をして取引に入りますよ、ってこと。次が追及行、追求項追求項えー、所有者かわっても追っかけるよ、と。所有者かわっても追っかけるよ、と。ってこと。で、最後が、 よいしょ、物件と物件は、工事の前後で片付けますよと、工事の前後、登記の前後で優劣決めますよと。で、あとの2つを見ます。 えっと、今これは物件と物件がぶつかった場合を見ました。じゃあ次はね、債権と債権がぶつかった場合と、債権と物件がぶつかった場合を見ていきたいんだけど、これね、債権と債権ぶつかった場合の処理って、もう説明したんですよ。この左側のページの一番下。債権と債権がぶつかっても、優劣関係つかないんだよね。 債権と債権ぶつかっても優劣関係なしだね。では最後に物件と債権がぶつかっちゃったらどうなるかを説明します。これでページめくっちゃってください。 はい、で物件と債権ぶつかっちゃった場合ですが、えっとね、下を見る前に今から言っていくからどっちが強そうか考えていくよ。方や追い出す力があって方や追い出す力がないんです。いけますね。物件には追い出す力があって債権には追い出す力がない。 概念上、物件の価値です。概念上は、えー、学問的には物件 VS 債券は物件の価値です。配達性が型やあって、配達性が型やないということから、物件の価値になっちゃいます。 ちょっとね、まずその具体的な例から説明しようと思います。で、下に原則、売買は賃貸借を破るというね、まあちょっと書いてて、ヘリクスだけ説明します。これヘリクスです。現実にはほとんど運用されてませんい。あくまでこれヘリクスだと思ってください。じゃあね、絵を見ていきますとね、A が土地を余らせていて、 右の B に貸しました。右の B と賃貸借契約をしました。賃借権が発生してます。一方ね、A は A で下の C に売っ払いました。で、この下、この土地は誰が使用収益することになるのかと。でね、C は 所有権を持っているから、使用収益処分ができる。C は所有権を持っているから、使用収益処分ができる。一方、B は B で、賃借権を持っているから、使用収益を請求できる。使用収益を請求できる。じゃあ、どっち使うのと。 ってことで、その下見ますとね。B は C に対し、賃借権を対抗できないのは原則。AC 売買によって B の賃借権は消滅するはずと。これが残念ながらのヘリックスの結論です。賃借権は債権です。所有権は物件です。賃借権は債権で、所有権が物件なので、概念的にはこうなっちゃうんですよ。 ここまでかな概念的にはね、このように、え借り手側ね、借り手側が、の権利がなくなっちゃうってことだね。で、ちょっとこれで、あの、下に行く前に一個言わしてね、あの、これ、恐ろしい結論なんですよ。例えば、皆さんが誰かからね、借りてるとしますよね。何かを借りてるとします。そしたら、所有者が誰かに売っちゃえば、所有者が誰かに売っちゃえば、借りてる権利、吹っ飛んじゃうんです。 せっかく借りてる権利があるのに、所有者かあるが吹っ飛んじゃうという、ある意味、とてつもない結論なんですよ。ちょっと下見て。CF、地上権の場合。全く同じことを言いますからね。上と同じことを言いますよ。A と B がいまして、A が土地を余らせている。で、今回、A と B で、地上権設定契約をしたんです。 なので、B は土地に地上権が刺さります。そして、意識してカッコ長、投機済み、投機もしてるんです。で、これを A が C に売りました。A が C に売りました。ちょっといいですかね。これ、角度を変えさせて、角度ね。角度今こうなってますけど、角度をちょっとこういう風うに変えると、さっきの話に行きますよ。さっきね。 抵当権さして登記しました抵当権さして登記しました所有者変わったらどうなりました追いかけますよね。所有者変わったら追いかけますよね。これ前のページ。追求校ってやつ。よし今回も同じです。地上権は物件なので、所有者変わっても追いかけるなんです。所有者変わっても、 でも地上圏は追いかけるなんです。ちょうど一時間ぐらい来ました。少し軽く休憩してから。いきましょうか。 え講義自体は、えー、3時間講義で1時間25分ずつにか、えー、10分ずつ休憩をとりますが1時間のタイミングで、まあ、軽い小休憩と私の変な小,ば小話が始まります、えー。私の変な小話ということを少し言うとあの今年の受験会は今すごく揉めているというかあの受験生は今すごく不安になっていますあの7月の本試験が伸びるか伸びないかがまだわからないんです。 あの5月の本試験ものっていうのがあるんです5月のね国家試験がほぼすべて延期になりました一方司法書士試験って7月なんですよ7月の冒頭ってことなのでこれまだねどの国家試験も延期してる国家試験ないんですあのね商工会議所がやる検定関係は延期ってこと言ってるんですあ,のあれはまああれはって言い方なんですけどねあ,のああいう検定って年に何回もやれるから延期にしても全然問題ないんですよ一方ね あのそれ以外のいわゆる四角もの一年に一回ものっていうのはね、まあどれも言ってないんですよね。で今の受験生の方は結局これ伸びても不安だし。伸びなかったら伸びらなかったのも不安だというね。かなりね、酷な状況にいらっしゃるというふうに見ております。で実際そういう声もね、大きく大きく聞いております。はい、じゃあね、ちょっと話し続けましょうか。 資格枠の試合をってください。しかし、不動産賃借権の物件化傾向により、上記の原則を修正すると。こちらの文字、不動産賃借権の物件化傾向とあります。ざっくり言えば、地上権と同じ扱いにしようよと。地上権と同じ扱いにしようと。物件化傾向。地上権と同じ扱いにしようと。 もうなんかすごい言葉は選びませんけどね。あの、ヘリクスはヘリクスで分かったよと。でもこの差っておかしくねえと。ヘリクスはヘリクスで分かったけど、この差はおかしいよと。だって使う権利が賃借権か地上権かで、ここまで差が出るっておかしいだろうと。で、しかもさっきも言ったけど、実際地上権なんてめったに使わないんですよ。ほとんどの方が賃借権なんです。なのにこんだけ下がるのはおかしいだろうってことで、 実は、だん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 、立法というか、ルールが変わってきてるんです。下の方、例外。これが現実的な運用です。売買が不動産賃貸借を破らない。売買が不動産賃貸を破らない。というケースを3つ作っているんです。605条、百1 0三3 1と載っています。 尺というのは後で見ていきます。まずはそこに載ってる605ってやつから見ていきましょうか。6歩お願いします。605開けてください。読んでいきますね。不動産の賃貸借はこれを登記したときはその不動産について物件を取得したもの、その他第三者に 対抗することができる。605。不動産賃貸者がこれを登記したときは、その不動産について物件を取得した、その他の第三者に対抗することができる。まあ、登記すれば対抗できますよと。登記すれば対抗できますよっていう条文です。こういう条文があります。ちょっとこれ具体的にちょっと見ましょうか。もう一回この条文、後で当たりますね。テキ、えっ、ー、と、ノートの方は9ページ。 9ページの方に行ってください。ほぼ同じやんね。A と B で賃貸借契約をしていて、A が C に売りましたという状況ね。で、下の文章。C の所有権の登記より、先に賃借権の登記をすることにより、B は C に賃借権を対抗できる。 下の図なんですが、ちょっとね、もしよかったらうまくね、ボールペンかなんかで、コーク2番だけ見えないようにして、コーク二番だけ見えないようにして、コーク1はあり、コーク2は見えないようにして、ありがとう。いきますよ。まず、コークの方が A さんでした。で、B さんが借りて、B が登記をしたんです。B が借りて、B が登記をしていたんです。でもういいですよ、ボールペン取っちゃって。これやっていると、所有者が変わっても、 B は C に対抗できます。よいしょ。陶器を先にすることによって対抗できる。自分が賃借を持ってるんだ。自分が賃借権を持ってるんだ。君は小物きだぞと。君は小物きだぞと。自分が賃借権を持ってる。君は小物きだぞと。 こんなように言えるんですよ。あのまあ、ざっくり言えばの、ここ、今これ、賃借権って書いてますけどね。これ、賃借権って書いてますけど、地上権であっても結論同じです。地上権の場合と結論同じです。ちょっとね、あの雑談が入るんですが、605条という条文、今、開けてると思うんですけどね。605。これ、 177条と内容変わらないんですよ、ほとんど。177条と内容変わらないんですが、177条で解決できない理由を条文見て考えて、177条では解決ができない理由を考えて、177条を開けて。177条では解決できない問題なんです。 読み上げますね。177条不動産に関する物件の特創および変更物件と書いてあるんですよ177条のテリトリーは物件同士の戦いなんです177条という条文は物件同士の戦いなので賃借権にはこの条文が使えないんですよ 177条は物件の特装と言っている。賃借権は債権なので、賃借権は債権なので、この条文が使えない。だから別個に605条っていう条文を別個に作ってるんです。で、まあ。 別にこの条文が違うってことを知っておいた方がいいかっていうとうまあ微妙なとこですあの条文何条ですかって式はでな何条が根拠ですかって問題出ませんから別に条文の根拠の番号は知らなくてもいいんですけどじゃあなんでこれご紹介したかっていうとね177条って最後ね覚えるほど読みます177条って条文はね最後覚えるほど読みますもう一言一句ねいろんなこと詰まってるんですよ まあ、その触りだと思ってほしかったんです。物件の特装及び変更って書いてあるね、この条文、物件ってちゃんと読んでかないといけないってわかるんです。他にも実はね、しっかり読なくちゃいけないところがね、いっぱいですよ。特装及び変更とかね、読まなくちゃいけないポイントいっぱいあるんですね。だからね、ちょっとまあ、今回一つ目はね、細かいポイントだと思ってください。テキストの、えっ、ー、と、 始たえー、とノートの方九9ページに戻ります真ん中の文章しかし605条だけでは B の保護として不十分である売買と異なり賃貸借契約をしても賃借人 B から賃貸人 A に対する登記請求権は発生 しないのである。下の方の A。A と B、賃貸借契約。横。A、B から A、登記請求権、点点点になってますから、上からバッテつきだって、点点点、発生しないよってことを言いたいんです。バッ発生しないよ。つまり、賃貸に A には B の賃借権の登記に協力する義務はない。A が賃借権登記に協力しなくても、違法とはならず、 強制力を用いることができないのである。えっと、今から画面に書きますが、見るだけで構いません。完璧に見るだけで構いません。いきますよ。A が不動産を持っていて、これを B に売りました。登記名義は A です。で、この時、A から B に名義変更したい。A から B に名義変更したい。名義変更は誰で行うということでしたっけ 共同申請でしたね。だから、B と A、A、B と A で共同申請しなきゃいけない。だから B としてみれば、自分一人じゃいけないわけです。だから、民法は、B から A に対して、 登期に協力しろっていう権利を認めました。登期に協力しろと。で、これは法律の権利ですから、A が応じなければ、訴えて、訴えて強制的にできると。訴えて強制的にできる。法律の権利だから A には登期する義務がある。もし登期に協力しなければ、訴えれば強制的にできちゃうんだと。 ここまで思い出したでしょうか。売っ払えば登記請求権が発生する。これは A にとって登記する義務となる。だからもしこれに応じなければ、訴えて強制的にできちゃうんだよ、と。ここまでかな。で、実は今、この今画面に書いたのは、 売買契約の時なんです。この売買契約では、これね、買った時に登記する権利、逆かれば登記する義務が、これ当然発生します。売買契約であれば、登記を請求する権利、登記に応じる義務が当然発生するんですが、残念ながらね、 もうう一回絵を見きましょう賃貸借契約では登記する権利はまず生まれません登記を請求する権利は、ね、極めて例外的にしか生まれませんあの一つ聞きたいんですけどアパート借りた経験ありますかねあないあごめんなさいあのじゃあもし仮にあったとします登記した覚えはあるでしょうか いや、あの、もうちょもちもち、ちょっともうちょっとだけ言してま。あのね、あの、登記入れるの手数料かかるってあるじゃないですか。実は、ね、賃借権で手数料ね、千分の十取るんです。不動産価格の千分の十。<laughs> やった覚えはないし、やりたくないよね。<laughs> やった覚えはないし、やりたくないと思うんですよ。実は、賃貸借は数が多いためか、もともと登記する義務を認めてないんです。 賃貸借は数が多いせいだと思います大本には数が多いだと思うんです登記する義務は認めてないんですよでそのため結論を言うと賃借権の登記って普通見ません 賃借家の陶器は普通見ません。あのね、されないとは言わない。されないとは言わないけど、まあ見ませんね。あの、ね、地上圏ほどレアじゃないけど、あの、賃借家も相当レアな陶器です。 ちなみにあの、下の方 CF って見てほしいんですけどね。A が地上権設定者であれば、B の地上権登記に協力する義務があると。ちょっと A をぶつかっていきますよ。A と B で地上権設定契約をしました。すると、B から A に登記請求権が発生します。B から A に登記請求権が発生します。でね、 ちょっと今の時点ではこう思ってほしい。 これ意識しといていねここ2文字、初め2文字一緒よね。物件の変動があった場合、登記請求権が生まれるって思ってほしい。物件ね、物件だからね、権利ってよ、おいしくないでよ。物件だからね、債権の方じゃないよ。 今のうちはね、物件の変動があったら、登記を請求する権利が生まれるって思ってほしいの。ちょっとこれでね、あの、いくつかパターンをお見せしていきますよ。まず、よし、ょっと。先ほど A が B に不動産を売ったケースを言ったでしょ ?A が B に不動産を売ったケース。不動産を売れば、所有権という物件の移転起きます。所有権という物件が飛んでいく。 また、ノートの9ページの一番下。地上権設定契約ってことをすれば、地上権という物件が生まれる。地上権という物件が生まれる。もう一回ね、もう一回ね。不動産の売り買いをすれば、 所有権の移転という物件の変動が生じる。地上権設定契約をすれば、地上権という物件が発生する。で、こういったように、物件が変動する。物件の変動が起きれば、 登記請求権があると。一方ねあの、債権の変動があった場合は、登記請求権は基本ないんです。債権の場合はないんですあということは、ちょっとここまで来たら、歴史の話をさせてください。あの歴史の話を あの何かというと、あのー、なんかこう見ていくとね、なんかね、賃借権があまりにもかわいそうに見えるんです、なんか賃借権の方はね、なんか売買したら負けるだとか、登記する権利がないだとか、なんか、いなことになってて、じゃあ、なんでそうなっちゃってんのかと。というとね、もともと、短い人は珍借権、長い人は地上権というのが、もう一回ね、もう一回ね、あのね、短い期間だったら賃借権でやれと。 で、長い期間は地上権でやれと。これがね、明治時代の民法を作った人のね、考えだったんですよ。でね、あの,今の、ね、今から言うのはメモないね、今から言うメモ内ね、あのね、実は昔はね、鎮釈権は20年以上はダメだってしたぐらいなの。20年以上はダメだってしてたんです。もうそんな長いなら地上権使えと。そんな長いなら地上権使えと。 言うほどね。もうとにかく短いものにしなさいって言ったんですね。するとですよ。あの、あの、地上権は長いんだから強くしておく。地上権は長いから強くしておく。で、鎮釈権は、賃借権は短い期間だから、もういいよ、お前はという感じでね。やれ、なんかバイバイされたら破られるとか。 やれもう登記する権利は認めないとかそんなふうにできちゃったんですよもう,もう短い権利だからお前はいいよと <laughs> お前はいいよって言い方悪いんだけどね短い権利だからもうそんな強く保護しなくていいよねとはい で、そのように民法を作ったのが一番で、ね、明治なんですよね。その明治時代の時には、明治の時はね、そういう建前で物事を作ってました。もうそしたら、もう地上権が流行らない、流行らない。地上権が全く流行らずに、みんな賃貸借ばっかりやってくる。ってことで、もう賃借権のてこ入れがいるようになったんです。賃借権へのてこ入れが必要になったんですよ。 で、ちょっとこれでごめんなさいね。左右いろんなページ使うんだけど、左側のページのね、一番下かな。左側のページのね、一番下の方に、借りる、イコール、借地、借家法って書いてますね。で、これ自体は、これ自体は平成4年、平成四年できてます。もっと前から本当はあるんだけどね。平成4年できています。もっと前からその前提はあるんですけどね。実は、後から、 賃借権を強くする法律を作ったんです。後から賃借権を強くする法律を作ったんです。で、これ必ず書いてほしいのは、この借地借家法。保護の対象をしっかり書いて借地借家法というのは、賃借権すべてではありません。 居住の保護を目的にして作った法律なんです居住の保護あの貸し借りっていろいろありますよねあの車のリースとか DVD のリースとかいろんなリース契約がありますがすべてのリース貸し借りじゃないんですすべてのリース貸し借りを対象にするんじゃなくて居住を保護する居住,だ居住だけを、ね、保護対象にしてます で、居住だけを保護対象にしたのが、この借地借家法というものです。じゃあ、この借地借家法って出るのかっていうと、実はね、受験要項では借地借家法も対象にはしています。ほのめかし対象にします。ただね、そんなに多く出ません。あの、出てもね、条文の数でいうと、1、2、3、4、5、6個ぐらいかな。<laughs> 結構条文多いんだけどね、6個ぐらいしか出ません。 で、まずその中のね、二つを、まずご紹介しようと思うんだけど、10ページ以降かな十ページ以降に条文付きで出ました。ただごめんなさい。ちょっとこれ時間の方がちょっと来てますので、ちょっと早いんですけどね、一旦これ区切ってしまって、10分休憩後に中身に行きたいと思います。10分の休憩に一旦入ってください。はい。えー、それでは後半の方に行きたいと思います。で、後半の方は、えっ、ー、と、こういうの方は10ページからになります。 え、これから、え、借地借家法のルールを見ていきます。で、丸一と丸二に分けてますが、まず丸一借地借家法10条1項。はじめ2文字丸かなんかつけてください。土地賃貸の解決方法。土地って書いてますよね。で、丸二のところ。丸三か。丸三のところも。借地借家法31条。建物賃貸借解決方法。こちら、建物とて字。民法の条文は、土地建て関係なく共通のルールなのね。前のページ戻れる前のページね。605条。 さっき見た605条は土地建物関係なく登記していれば保護しますよっていう民法のルール。<laughs> 登記していれば保護しますよっていう民法のルール。一方、借地借家法の方は建物用の保護と土地用の保護で分けています。建物用と土地用で保護するルールを分けています。 よし。じゃあ行きましょうか。じゃあまずはね、借地借家法10条というところから読んでいきますと。借地権はその登記がなくても、その途中上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。一行目後ろあたり、登記されている建物。登記されている建物。ちょっとまあ、絵で行きましょうか。えっ、ー、とね、 真ん中の A、A、B、C。ちょっとまずね、A から見ていきましょう。A の横。これ、平行四辺形土地になっていますが、もしよかったら入れてください。さらちです。さらち。上物なし。上物なしね。でね、上物なしの土地を右の B が借りたんですよ。上物なしの土地を右の B が借りたんです。すると、これで賃借権が、 発生するんですよね。で、A が協力してくれれば登記はできるんです。A が協力してくれれば登記はできるんですが、A がまず登記なんか協力しない。A がまず登記なんで協力してくれない。じゃあどうすりゃいいと。B の上見て。あ、B の横見て。B がこの後ね、家を建てるんです。B がこの後家を建てるのね。 で、家を建てた横。B 名義の所有権保存登記って書いてます。これね、B、B のね、所有、建物にね、所有権保存登記ってことをします。この所有権保存、初代所有者の登記と思って、初代所有者の登記と思ってください。初代、あのね、第初代だけはね、所有権保存っていう登記なんです。 で、ここね、初めちょっとハマるから頑張ってね。ここね、カッコの中に、建物登記簿に行うって言葉。建物登記簿。土地と建物は別々だから、登記簿も別なんですよ。土地建物は別だから、登記簿も別なんです。あの、こうまでね、土地建てで1個の登記簿じゃないの。土地は土地で登記簿1個、建物は建物で登記簿1個なんですよ。 私が全体構造の時にね、あの土地用の表題部と建物用で表題部が違うっていうのを見せたと思うんですよ。土地と建物で登記簿が違って、建物に初代所有者の登記をするんです。これで勝てるようになります。これで賃借権勝てるようになるんです。 でもう一回くどく言うかん、ね、ないんけよ。土地のと、賃貸借金約をうそう、賃借権が発生する。ここでダイレクトに登記できれば、A から買った人にも対抗できるようになる。ここでかっ、えー、登記できればね、A から買った人に対抗できるようになる。でも土地の登記賃借権の登記にまず応じてくれないから、じゃあどうすりゃいいかって言ったら、建物を建てて、建物を投をすりゃいいと。これだけで、 鎮釈権に対抗力をつけます。鎮釈権に丸対ときました。対抗力をつけます。結構時間経過かけるからね。で、こうすればね、あの A が C に打ってもね、A が C に打ったところでね、B が 買ったかもしれませんけどね、私の賃借権付きですよと。買ったかもしれませんけどね、私先に賃借権付けてますからねと。私これ使いますよと。あなたは買ってもね、私が土地使いますよこんなように買ったしに言えるわけです。あなたは買ったかもしれませんけど、私は賃借権をね、持ってますから、私が使いますからね、っていうふうに言えるんです。よろしいでしょうかね。ん何 <laughs> またどうせ同じオチでしょ さっき言ったじゃんあなたお前そんな変なヘリクス言うなよさっき言ったよね何賃貸借をして投機をすれば勝てるようになりますよおおいっと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 でもそんな投機は事実上できないから無無理ですああいった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 今回だってねもう完全ヘリクス入ってますこいつ建物に投機すれば勝てるようになるうんそうだだから土地を買われた時は建物建てて建物投機すら勝てるんだよ その建物登記簡単にできないんじゃないのもう完全に受かってますよね。あの、気持ちはわかるんですよ。あの、登記すれば勝てるようになってる音符は同じなんだけど、じゃあこっちはどうやるんだってことなんです。下の方、参考ってやつ見て、参考資料。これ、後で次の科目でちゃんと覚えてもらいます。所有権保存登記は単独申請で行う。実は、初代所有者の登記は、瓶一人でできるんです。地主関係ないんです。 初代所有者の登記は、B 一人できるんです。地主抜きでできちゃうんです。はい。ってことでね、結局、土地がダメなら建物を建てて建物を登記すると。土地がダメなら、ね、建物を建てて建物登記をしろと。 でこの建物登記は単独申請できるから現実的に可能ですよと、えっと、補足を2つ言わせてくださいまず1つ目よくある質問ですじゃあすいませんこれって建物建てない人はどうすればいいんですかとういうこと だから建物建て建物登記すれば保護されるんですよねうん、そうだよだから土地は借りるけど建物建てない人はどうするんですかあどうだめだめ,だめ,だめ保護しない保護しない保護しないえすまいませんわかんないわかんないなんで建物建て登記しない人なんで保護しないのちょっとさっきメモってもらったねこれどういう人保護する居住の保護ですよ居住の保護 建物を建てるる居住ののどうだいやああり得るはずですあのね建建物を建てて住むこれはもちろん居住者がいますよそれは保護すべきですでもね土地は借りました更地を借りて建物は建てない更地を借りて建物は建てないでも居住するいるかわ <laughs> かりますかあの更地を借りてね住みたいんだけど更地を借りて建物を建てずに住みたいと、まあ、一定の趣味がある方ね は別かもしれませんが、それないですよね。建物を建てなければ居住者じゃないんです。建物を建てなければ居住者じゃないんです。建物を建てなければ居住者じゃないんですね。 ということで、ちょっとこれね、条文の方を見てもらっていい上の条文ね。借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これ持って第三者に対抗できる。登記されている建物って書いてあるんだけど、その前、冒頭3文字。借地権はって字が入ってるの。借地権は。でね、このね、借地権っていうのは、これ、これはね、 賃借権地上権がランクアップした権利です。賃借権地上権がランクアップした権利のことを借地権と言います。10ページの一番のね、借地権はって言葉ね。借地権はっていうのはね、この借地権って権利はね、賃借権地上権がランクアップした場合の権利を言います。 でちょっとね、硬い言葉も入りますが入れておいてください。建物所有を目的にすると、賃借権と地上権がランクアップします。建物所有を目的にすると、ランクアップされます。 でね、ちょっとこれ初めのうちから強く意識しておいてあの、ね、結構2年目、3年目でもこの定義言えない人が多いんですよ借地権の定義って言えない人が多いんでね建物所有を目的にする賃借権と地上権賃借権、地上権も建物所有を目的にすればランクアップするんだとだから一応聞,くにも聞きますけどあの駐車場にするために土地を借りた場合は ランクアップしないね。駐車場、別に建物持たないでしょそれランクアップしないんですよ。だから、すべてのね、不動産のえ土地の借り換え,え、土地を借りた場合のすべてがランクアップするわけじゃないからね。建物を建てるぞ建物を持つぞと。それに限るってこと。建物を建てるぞ建物を持つぞに限定してるってこと。じゃあ、補足一つ目、これでおしまい。 で補足二つ目不意打ちになってないかですちょっとこれ一回画面にかかせてもらっていい私が C だと言います 始め見るだけでい,いかんねん。えっと、こうか。始め見るだけでい,いかんねん。<laughs> いきますよ。うん、こっち側が A でこっちを C にしましょう。こっち側が A でこっちを C にしましょうか。えー、土地売ってくれんのおあ、いいよ。売る、売っておける、売っておける。お、ま、前、あ、誰かに貸してないだろうな。バカ言うなよ。俺はそういうの大嫌いなんだよ。俺はそんな貸して覚えない。おそうなんだ、うん。じゃあ、ちょ調査するよ。いやいや、調査なんかいらない。とにかく買うんだと。いや、俺は調査するからな。東京もにいるぞ。えい。 もし、土地を買おうと思った人が土地の登記を見てね、土地に賃借権って入っていれば、何言ってんだお前、ちゃんと入れてんじゃねえか、バレましたと。それバレるよと。ただ、今の事案っていける今の事案って、これがないんだよ。今の事案ってこれがないの。伝わるかなもう一回行くよ。今のこの上の事例っていうのは、土地の貸し借りをしました。 え、鎮借権の登記をしてくれればいいんだけど、まずやってくれない。だから、建物を建てて、建物登記しろって言ったんでしょってことは、この事案は土地の登記簿の方には、鎮借権なんて文字は入っているわけがないんですよ。鎮借権の登記をしてくればこんなことにならないんです。しゃってくれないからどうしましょうかって話なんですね。 はい。となるとですよ、土地の投機も見たらね、お前、誰かに貸してないだろうなと。いや、貸してないよ。お前、そんなにお前、俺が疑わしいでもな、投機も取れよ。もう怒ったよ、取っておるじゃないかと。ないんですよ。さーて、これで不意打ちにならないでしょうかと。結論ならないなんです。えー、っとね、 ヒン,トね、ヒントは7ページのところの、ね、取引の常識のところをちょっともう一回見てもらおうか不動産等の取引の常識調査って書いてあって党規模などって書いてますね固い言葉を使います。 皆さん、不動産買った経験がある方は分かると思います。ない方でもタンタンありませんかね不動産買うときって、絶対現地見に行きます。絶対現地見に行きます。現地も見ないで、不動産買う人なんて普通いません。登記簿などのところを入れといて、現地調査見に行くはずだよと。 ということで頭から富裕地にならないことを説明させてください。<laughs> 頭からもう一回ね。えっとどっちだっけ？そうだ。こっちが A で、えこっちをこっちが C だ。よし。途中おってくれると本当かい。うん売るよ。前陳、まあえー、借券なんかつけてないだろうな。つけたわけないだろう。おかしいな。そんなおかしいの陶器を見ろ陶器房。お分ったよ。あ本当だない。 ほーら、言っただろう俺はどんな賃借金なんて、サラチに賃借金なんかつけてないよ。あ、そっか。じゃあ、考えさせて。早くだ怖いから現地を見に行くことにしました。私はサラチを買う気が満々です。サラチを買う気が満々です。サラチを買う気満々です。現地に行きました。なんだこれ家が建ってる <laughs> すいません法務局ですかあ、はい。すいません。この場所に建物建ってませんかああ、ありますね。 すいませ登記簿ください、うん、東京はいドキ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 あの A さんあの A さんが買った土地あの A さんがね建物建ってたのかなあの A さんが建物建ってたのかな建物所有者見てびっくりです B ですあのねこれだけ見るとも何とも思わないかもしれませんけどね土地所有者と建物所有者が違うって 絶対なんかあるんですよ。土地の持ち主と建物の持ち主が違うってことは何かあるはずなんですよ。この時点で、鎮借権に気づけないかもしれない。だ大体鎮借権なのね。鎮借権に気づけなかったとしても何かはあるはずだと。何かはあるはずだというふうなことがもう推測できちゃうんです。 だから結局不意打ちにはならないと。不意打ちにはならない。現地調査で気づくから不意打ちにならない。現地調査で建物の存在に気づくから不意打ちにならない。現地調査で気づくから不意打ちにならない。 てことで、今のところもう一回行きますとね。土地の登記簿を見ても賃借権とは入ってない。でも、現地を見に行けば建物があることに気づく。で、それによって、建物所有者が違うということが分かれば、これは何かあるぞと。いいや、買っちゃえと。いいや、買っちゃえってなんでそこで買うんだよ。<laughs> <laughs> ってことで、この状況で買ってるんだから、まあもうこれは浮遊したら言わないと。分かってたんでしょと。 はい。っていうことで、まずこれで一つ目おしまいね。今の話というのは、え、繰り返します。土地を借りた場合は、建物を建てて建物登記しろと。土地を借りた場合、建物を建てて建物登記をしろと。じゃあ、今度は下行きましょう。丸三借地借家法31条。建物賃貸借の解決方法。建物賃貸です。読んでいきますと。 建物賃貸はその当家なくても、建物の引き渡しがあったときは、その後建物について物件を取得したものに対し、その効力を生ずる。一行目、引き渡しという字があります。引き渡し。あの、下に絵がありまして、絵心の限界なんですけど、この建物なんですけどね、あの、アパートっぽく考えてくれませんアパートっぽくね。あの、ごめんなさい、アパートの絵を作るのは無理がありました。建物ね、アパートだと思ってください。 あの全く一回これ角度変えて言うから普通に考えてねあのアパートに借りて住んだんですよそしたねアパートのオーナーが金に困ってアパート売ったんですアパートに住んでましたそったらアパートのオーナーが金に困って売りましたと出ていかなくていいだろうと普通はそう思うと思うんですじゃその論理構成を説明しますいきますよ A と右の B がいて建物賃貸借契約をしました建物ね建物の貸し借りをして 鎮釈権が発生する。で、これ、建物の方に鎮釈権の登記ができればいいんですが、普通、大屋は応じません。普通、大屋は、鎮釈権登記はまず応じません。鎮釈権登記はまず応じません。 じゃあどうすれば勝てるようになるのとどうすれば A から C に勝った日本 C に勝てるようになるのって言うと、よいしょ。で、これは条文の言い回しをするとね、引き渡しっていう行為をしてもらいます。引き渡し。 でねあの私もね、あの初めて勉強した時にね、引き渡すってこと、建物を渡すんだなと、建物を渡す抜いてこう、こうやって、いや、それ、普通人間じゃ無理だろうと。あの現実的にはこの引き渡しっていうのは、鍵を渡すことによってもう成り立ちます。鍵を渡しちゃえば引き渡しになります。 で、この引き渡しがあることによって、賃借権に対抗力。引き渡しがあることによって、賃借権に対抗力がつきます。なので、A が誰かに売ったとしても、A が誰かに売ったとしても、新しいオーナーに、新しい所有者に、 賃借権持ってるから私が済みますよと。賃借権があるから私が済みますよと。売っ払っても破られませんよと。売っ払っても賃貸借が破られませんよ。っていうことが言えるわけです。ということで、この建物を借りたときは引き渡しを受けちゃえばいいんだと。と建物を借りたときは引き渡しを受けちゃえばいいんだと。と いうことで、土地の場合は建物を建てて建物登記をする。と、えー、建物を借りた場合は引き渡してもらえばいいんだと。ってことで今から言うんで突っ込んでください。ってことは何ですかあのー、家借りても引き渡してくれなければ負けるってことですかあ、そうだね。あの、家借りても引き渡しなければ負けたってことね。じゃあそういう場合どうすればいいんですか引き渡してくれなかったらどうするんですかちょっとお前冷静に考えろ。意味わかんないです。建物借りたけど引き渡してくれない。どうすりゃいいんですかと あのね、そういうアパート普通ないから。言ってみようか、ナス。あの、チアパートの賃貸書企画しましたと。でもいつまででもね、鍵を渡してくれないと。あのね、それ出てった方がいい。もう危ないからそういう物件は。なんで、引き渡しは絶対普通起きるんだから、まず勝てちゃうんですよ。はい。ってことで、これでおしまいということになりますが、ぜひね、ちょっと3つ、自分の頭ですぐポンポンポンと言えるようにしてください。 えっと、何かっていうと、えっとね、8ページ、8ページの一番下、8ページの一番下。一番下ね、売買が不動産賃貸を破らないケース、605、借地10、借地31ってあるでしょそれぞれ何したら勝てるのか、書くか自分の言葉で言ってみて。それぞれね。できるだけ見ないで書いてみて。条文、そんな書いても見ないよ。 えこんなことですよまずは605賃借権の登記をするね605賃借権の登記をするでもほとんどそんなことはやってくれないほとんどそんなことはやってくれないだから借地借下の10土地の方ね借地借下の10土地の方ね土地を借りた場合は建物登記をすればいい土地を借りた場合は 建物登記をすればいい。で、もう一個。借地借下31。建物を借りた場合は引き渡しを受ければいい。建物を借りた場合は引き渡しを受ければいい。 ってことでちょっと繰り返しになりますが、この3つ今空で言えるように頭の中でちょっと反復をしてください。 えー、ちん、六百五えー、賃借権の登記をすればいい。でもまず応じてくれない。だから土地を借りた場合は建物登記をすればいい。で、建物を借りたときは引き渡しを受ければいいと。ということで、ちょっとね、長くなりましたが、えっ、ー、と、何ページだっけなえっ、ー、と、7ページから始まった話はここまでにしましょう。7ページ、タイトル、の方を確認してください。 矛盾した場合どっちが勝つのと。物件と物件は東京先にした方だよ。で、債権と債権は優劣ないよ。で、債権の物件は基本、概念上物件は勝つんだけど、それだと賃借権はかわいそうだから、って話をずっとしてるわけです。では、ちょっと話変えていきましょう。11ページ。11ページ。 物件法定主義と書いてあって、175と書いておきました。条文読んでみましょうか。175。175を開けてください。175年。 物件はこの法律、その他の法律に定めるもののほか創設することができない。創設することができない。じゃあね、ノートの方も見ていきましょうか。法定の物件以外の物件を契約で創設してはならない。作るなです。作るなと。条文以外のものは作るな。 2. 法定の物件に法定外の内容を契約で与えてはいけない。まあ、ざっくり言えば変えるなど。CF4 行飛ばして、下の四角枠左見て。下の四角枠左見て。左ね。民法目次第2編物件と書いてあって、えっ、ー、と、2章から。 二章から占有権、所有権、地上権、英子作権、地域権、留置権、先取り特権、七権、定等権というふうにね、民法が9つ権利を決めてるんだけど、175条はね、これ以外作るなよって言ってるの。これ以外の権利を作るなよと。 でね、上に載っている、丸一が作るな。で、丸の2は、内容を変えるなよと。条文の内容を変えるなよと。変えるってことは、新たに作ると変わらなくなっちゃいます。変えるってことを認めたら、新たな権利を作ると変わらなくなります。変えることができたら、そういう権利を、新た,たに作ったのと同じになっちゃう。条文と違うものを作ったのと同じになると。 一方、ちょっと下を見て。CF。債権法定主義というものはない。契約自由の原則。誰といかなる内容の債権を作ることも自由である。で、その下、この債権を作るってことが書き換えられて、契約をすること。契約をすることっていうふうに置き換えられます。ちょっとこの置き換えは諦めて。この置き換えがすごい難しいから、これ諦めて。債権を作るってことは契約をするということに置き換えられます。 具体的には、下の図右側、民法目次第2章ってところ。この2章に、1節から14節まであるんだけどね。これはね、契約の一例を挙げてるんです。契約の一例を条文で挙げてるんです。契約の一例、一つの例ね。でね、ちょっとこれちゃんとしたことを言うと、あのー、これね、 統計の取り方違うんだけど、あの、今日本で行われてる契約の種類は、およそ350個程度と言われてます。350個程度の契約があると言われてます。で、民法は、そのうちの数個についてルール化してるだけ。民法は、その中のいくつかをルール化してるだけなんですよ。 っていうことでじゃあいくよ。契約については一例を挙げたに過ぎない。これは好き勝手にも、えー、契約をついて作っていいよと。フランチャイズ契約だとか、なんとか契約なんていらいあります。一方、物件に関しては、もうこれは条文以外のものは作るんじゃないぞって言ってるんです。<laughs> っていうことで、まず内容の違いのところはそこまでにしますね。なんで違うかと。 危険なものは、多い方がいいか、少ない方がいいか。危険なものは、排他性がある危険なものは、多い方がいいのか、少ない方がいいかってこと。もう回ね。はい、物件にはね、排他性があります。追い出されるんです。追い出す方からすりゃ、まあ、かっこいいかもしれませんけど、追い出される方からすりゃ危険なものなんですね。 排他性がある危険な権利は限定的にしておきます。排他性があって追い出すことができちゃう危険な権利は限定的にしておく。 排他性のあるねものについては限定的にしておきますと、ってことはわかりますよね債権には排他性がないんだから数多く作っても危険性は少ないと ということでじゃあこれぐらいにしましょうか。ということでここではこの物件法定主義というのがあって債権にはそういうのがない物件は新たに作ることはだめだけど債権契約は丈夫になるものが作れますよと丈夫になるものも作れますよと。よし。ではそれぐらいにしまして。 今度は関数字6。物件的請求権。かっこ、物上請求権と。これを見ていきます。でね、あの、全体構造でもやった物件的請求権という話を見るんだけど、実はこれ、3つほど権利があるんです。でね、ぶっちゃけ言いますよ。一番難しいのは、漢字です。漢字。もうね、もはや中国語としか読めないような用は出てきます。 一番難しいのは用語ね。用語が来た時にどういう意味かわかるように。もうね、やってることは当たり前のことだから。当たり前のことを言うだけだから。本当に漢字が一番難しいと思って聞いてください。じゃあ行きましょう。カッコ1の A を見て。これね、A の土地があって、C が不法占拠してるんです。だったら A は C に言いたいんですよ。返しなさいって。 カッコ1のタイトル見て。所有権に基づく物件的返還請求権と言います。返還提字ね。返還提字意識して。これが来たら返せね。返還提字が出たら返せね。 はいじゃあページめくりましょう12ページの方をめくりましてあと2個ね A の方を見てもらいまして土地が2つあってねあの B さんの土地からとんでもないでかい木がどーんと左に倒れてます A は B に言いたいですよねどかせとどかせとこれを難しく言うとどうなるかっていうとこうやってカッコのタイトル 所有権に基づく物件的妨害排除請求妨害排除請求と言いますじゃあ次カッコ3絵で困りました左側に A の土地があって右に B の土地がありますもうこれ以上は絵心の限界です B の土地の木グラグラしてます もう今にも倒れそう。ぐらぐらしてるんです。はい。A の土地から B に対してなんて言うか、何とかしてくれと。何とかしてくれと。タイトル見てください。所有権に基づく物件的妨害予防請求。妨害予防請求。なんとかしてくれと。 では漢字一個一個確認してどういう権利が今一度一個一個確認して。返還請求、妨害排除請求、妨害予防請求。 ではこの3つがありますでちょっとねへりくつを少し言わせてくださいへりくつ見るぐらいで構いませんあとはわはわいますんでそこは絶対書いておいてよいしょ物件的返還請求の図を今画面に出してます今から私矢印を書くんですけど所有権っていう権利を矢印とりますどこからどこに向かう権利かこれって 物件なんですから物に向かう権利なんですこれねヘリックスだけ言うよヘリックスだけ言えば所有権は物件だから物に対しては何とかできるけど人に対してどうこう言える権利じゃないはずなんです。物に向かかう権利だから 人に対してどうこう言えるわけがないんです。これさっきのほは、賃借権の地上権の違い。直せて請求できるできない。直せて請求できるできないって話。地上権は物に向かっている。人に向かってはいない。人に対してどうこう言えるわけがない。地上権は、えー、こちら、物に向かっている。人に向かってない。 えこれ人に対してどうこう言えるわけがないと。ただね、もうこれで C を追い出せないっていうのは変な親父が住み着いてても追い出せないっていうのは物件の特徴支配性と思いっきりおかしくない、矛盾するんです。 支配する権利があるのに、追い出せないのはおかしいよねと。支配する権利があるのに、追い出せないのはおかしくないかと。支配する権利があるのにね。物件には支配する権利があるのに、追い出せないのはおかしくないかと。ここを意識しておいてほしいんです。 支配性があるからこそ認めた権利なんです。支配性があるからこそ認めたのが物件的請求権なんです。 ですから、行くよ。これがもしね、行くよ、この図ね。この図が、もし A が、地上権を持っていた場合でも、地上権は物件なんですから、支配性があります。地上権があったとしても、この3つの権利は認められんです。 これ名前通りね、物件的請求権って書いてあるんです。所有権請求権じゃありません。所有権請求権じゃなくて、物件的請求権って書いてます。所有権的請求権じゃありません。なんでこれが所有権であれ、地上権であれ、抵当権は若干使えないんだけどね、抵当権は若干使えないのがあるんだけど、 所有権であれ地上権であれ抵等権であれできることなんですね。ってことで12ページ一番下を見ていきましょう。カッコ 4A を見ていきます。A がいて右下に土地があるんですよ。 ただ、この土地ね、C が不法選挙してるんです。で、A は A で C に返しなさいってことができるんだけど、A がこの権利を使ってくれません。使ってくれません。結構多いんです。面倒だからとかね。それとかね、C が怖いお兄さんだからとかね。面倒だからだとか、ちょっと怖いお兄さんだとかね、言う場合、 権利行使しない人ってやっぱりいらっしゃるんですよ。じゃあその時にね B、賃借人借り手側がこの物件的請求権を使って自分独自の物件的請求権で追い出せるのかと。 一行読んできますと、賃借権には支配性がない。支配性がないから、物件的請求類似の制度は考えられないはずなんです。賃借権は債権です。債権には支配性がありません。支配性がないんだから、追い出すことはできないはずなんです。 その下。不動産賃借権の物件化傾向。実はこれも不動産賃借権であれば物件と同じようにしていこうじゃないかと。ってことからその下。対抗要件を具備した不動産賃借権については物件的請求権を肯定している。はじめの文字意識して。全部の賃借権じゃない。全部の賃借権じゃない。対抗要件を具備したって言葉。 対抗要件をグビしたって言葉が入ってます。見慣れた条文、番号ありますよ。605。借地の10。借地の31。さっきメモってもらったやつよ。賃借権の登記をした場合、建物を建て、建物登記をした場合、あとは引き渡しを受けた場合。あのね、もうこう思っていいですよ。あのね、 対抗要件備えた不動産賃借権は、ほぼ物件扱いされます。対抗要件備えた賃借権は、ほぼ物件と同じ扱いを受けます。若干違う点もあるんですけどね。対抗要件を備えていれば、ほぼ物件か扱いだと。 いうここでれぐらいにしましまょうかもうこの結論も押さえてね対抗要件をグビした場合は、えー、物件的請求があるってことねではちょっと頭の体操をしましょう対抗要件をグビすれば賃借権に基づいて追い出せるんですじゃあね対抗要件なかった時はどうすりゃいいかってことです例えば建物を借りた時にね 引き渡しを受ける前に不法占拠者がいる。建物の場合ね。建物を建てる借りた場合は、引き渡しを受ける前に不法占拠者がいる。とか、土地を借りた場合は、建物を建てる前に不法占拠者がいる。実はこれ、追い出す方法はあることはあるんです。でね、これじゃ絶対わかんない。まだ。ちょっとね、加工していくんで、絵を加工していくのでお付き合いください。 あのねヒントねこれね対抗要件を具備しなければ B としての B の権利としてはもう無理です A が物件的請求権を持っているのでこれを使えればいいんですよ A が物件的請求権を持っているのでこれが使えればいいんですどうでしょう ちょっとヒントね。他人の権利を使うのはイレギュラーだったよね。イレギュラーだけどできる場面がなかった。人の人様の権利を使えるというイレギュラーなこと。もう分かってきましたかね。じゃあ皆さん自分で書いてみて。賃借権、B が持ってる賃借権はどこからどこに走ってる権利。書いてみて。 どううでしょうかもう分かってきたでしょうかね賃借権っていう権利は債権です人から人に向かう権利ですちょっと画面の方を使っていくよこの「賃借権」って図を使うと債権者が B で債務者が A 債権者が B で、債務者が A です。債権者が B、債務者が A です。っていうことで全体構造でやったけ、やり、えー、テクニック。債権者であれば、債務者の権利が使える。債権者であれば、債務者の権利を使える。 債権者第一っていうのがあったはずです。債権者第一。債権者であれば、債務者の権利を代わりに使っちゃう。債権者第一という理屈を使うんです。 ということでいろいろ言いましたけど、この物件的請求権のところ、もう一回行きますとね。物件的請求で押さえなきゃいけないところっていうのは、物件的請求権どんなタイプがあってどういう名前なのか、名前から権利のことが大体言えるように。そして次に、賃借権で認められるかどうか。と言ったら、賃借権は基本債権だから認められないはずなんだと。賃借権は債権だから基本認められないはずなんだ。ただ、物件化している。 え、対抗要件を備えて物件化しているものについては認められるんだ。一方、じゃあ物件化してない賃借権はどうすりゃいいんだと。物件化してなければどうすりゃいいんだっていうと、それは物件化していなければ代、代債権者代して代わりに使っちゃえばいい。所有者の権利を代わりに使っちゃえばいいと。 といったところで、えー、こちらの、ね、最後の基礎固めのところ、ほ,えー、まあほとんどこれでおしまいと。ということにしまして、では、ちょっとね、ブレイクスルーの今日はね、冒頭の触りを少し触れて、今日はちょっと早めに終わりにしたいと思います。 じゃあね、ちょっとブレイクスルーの方を出しながらでも結構です。ブレイクスルーを、ね、どうしましょうか。こちらのね、目次。目次のところだけ開けてもらっていいかな。1枚目、2枚目、3枚目あたりのところに目次というのがありますので。でその目次というのを開けながら、もう1回お願いします。えっと、ノートの1ページ。ノートの1ページを見てください。講義ノートの1ページ。ただちょっと1時間ぐらい来ましたの、ね、で、少し軽く。 気分転換に変えてから、あと三十分、二十分いきましょうか。あのー、今のうちに、こう、自宅で勉強しながら。 軽い運動をする方法を何個か用意しておいてくださいずっとねこれ座りっぱなしなんですよこれからってなると結構ね足腰とかが弱ったりとかもしくはね、まあまあ、つきたくないお肉がねついたりしますでかといってね、ま、マラソンしてくれと今のこのご時世では言えませんなのでこの家の中で何かちょっと軽く運動ができるようなものをいくつか用意しておいた方がいいと思いますじゃあいきましょう 1>, 1ページの方ですが、上の方にね、使用教材とあって、その後ね、資格枠、民法の体系、パンデクテン方式っていうのがあります。ちょっと見ていきますとね、一般的、抽象的規定を個別的規定に先立ち、総則としてまとめることにより、法典を体系的に編算することに主眼を置いた著述形式。何ってうかっていうとね、その下に1編から5編まであってね、 あのね、2編からが本題なんですよ2編から2345が本題なんですよね全てに共通することを先に書くことにしたんです全てに共通することを先に書くことにしたんです第1編総則ってあるでしょこの「総則っていうのは共通項と思って共通項全部の共通項だけ 先に規定しておくもう因数アルファベータアルファガンマ当たった場合アルファが共通するから前に出して前に出して、えー、処理しますよとであの実はこのブレイクスるーテキストは条文の順番通りに作っていますあの教えやすい順番じゃなくて条文の順番通りにテキストがあります なんでそうなってるかっていうとね、あの試験の問題が条文の順番通り出すんですよ。条文の若いものから順々に出していくので、テキストも条文の順番通りにしています。なんで一番初めの方は、これ総則っていうものになってしまう。で、この総則っていうのは共通項という話になる。何が言いたいかっていうとね、いろんなところから共通項を抜いてるから、一個一個ぶつ切りなんです。話が連続しないんですよ。 一一個一個すごいぶつ切れの話がね乱発するんですもうちょっとこれ物見た方が早いんでじゃあ見ましょうえっと目次を見てくださいで目次に第一編民法総則とあってちょっと1章後で言います2章から見てください2章から2章 主権の主体。非常に分かりづらいんだけどね。主体。権利を持てる人。権利を持てる人っていうのをまずはじめに規定します。どんな人が権利を持てるか。全体行動の復習。権利能力を持つのは人ですよね。権利能力を持つのは人。一説、二説見て。人には二タイプあるね。人には二タイプあるよね。と。 自然人と法人と2タイプあるよね。次の共通項第3章。主権の、主権の客体、物。物ってことも共通するので先に書いておきます。4章、5章、6章。これは意思表示関係と思って、 意思表示関係。じゃあ、右のページに行きまして。第7章。無効、そして取り消し。全体構造でも少し出ました。錯誤による取り消し。キャンセル権錯誤があった場合、キャンセルできますよ。その他にもキャンセルできる場合がいくつかあって、 そういったルール化、そのルールが載ってます。第8章、代理。全体行動でも結構やったやつです。第9章、条件、期限、違いはどこ。必ず来るか、来るか来ないかわからないかですね。で、第10章、時効と。あの、もう、かんこれでもう、 全然物語続かないんですよ。一章から十章ね。あの通じた流れになってなくて、本当にいろんなところ抜き取ってるから、もう本当に、もう、ぶつ切れで話が出てくるので、その点ではね、聞きづらいとこだと思います。で、ちょっとこれ、入れといてください。よいしょ。二十問中三問です。 ここまで二十問中三問。この一冊から三問出ます。一冊から三問出ます。で、もしよかったら二十丸かなんかつけてください。一章、六章、八章、十章、一、 6、8、10。1、6、8、10。あの、この4つから2問以上は絶対出ます。この4つから2問以上は絶対出ます。3問ともね、一この今言った1、4、6、8から出ることなんでザラになります。でもね、あの、こから2問以上出なかった年は、まずないです。ごめん。 一じゃなかったごめん。二だ。二章だ。ごめん。二六。二六八十だ。ごめん。二六八十。ごめん。一も一じゃない。一じゃない。一じゃない。二六八十です。ごめん。二六八十だ。 といったところで、ね、え次回は、ね、この2章の方から細かく見ていきたいんですけど、ちょっとまだお時間がありますので、ちょっと1章の部分、少しだけ触れさせてください。1章テキストの方はは、ね、3ページから第1章と載っていますで。ここはもうほとんど全体構造で話していることばっかりです。3ページ4、5は全く見なくていいです。4 5は、ね、全くく見なくていいですもう、ね、全体構造で言ったことをずっと文章にしているだけですから。 で、6ページ。で、六ページに関数字に、法律の解釈とは何だろうここだけ使ってください。このだけ、このね、1番、通説判例とは、ってところまではね、使うようにしてください。通説判例とは。2番から以降はいいです。2番から以降は全く読まなくていいです。ちょっと読んでいきますね。 これまでのところで民法の全体構造を考えてきたが、法律の学ぶにあたっては法律の解釈ということが不可欠である。法律は一般的、抽象的に規定するに対し、世の中に正規する事実は様々なものがある。また時代の流れによって、法律が予定していない事実も発生する。そういう意味で法律には必ず隙間があり、それを埋める作業が必要になる。その際には必ず一点のルールが必要あり、それが法律の解釈である。上から4行目あたりかな。法律が予定していない事実。予定していない事実。 あの、これからやる民法というもの、まあ、法律全てがルールです。で、ルールは、その当時の社会情勢で起きることをルール化しました。もっと言うと、もともとは明治時代作ってるルールなんです。まあ、もちろん最近抜本改正はされましたよ。だとしても、大元は明治時代に作ってるんですよ。するとね、ちょっと見るだけでいいからねイメージを描けばいいから。イメージを描けばいいからねイメージを描けばいいよ。いくよ。 世の中のある事件の中にね。ああ、こういうことは起きんだろう。こういうことも起きんだろう。こういうことも起きるよな。ああ、こういうこともあるよね。こううこあるよね。ああ、こういうことがある。こううこあるよね。すいませんどうしたんだすいません、あの、賃借人が物件的請求権を使いたいって言ってます。はどういうこと賃借人が物件的請求権を使いたいって言ってるんです。ど、どういうことやそれだって賃借権は債権だろだから 債券は配達用なんかダメだよでも使いたいって言ってるんですよどうすりゃいいんですか隙間。ルール化してない隙間がどうしても起きるんです。またね、これって、社会情勢が変われば、変わるほど、このね、社会の広、社会の大きさがどんどん広がってくるんです。あの、例えばね、 私が勉強した時はあの、ね、紙で書きなさいっていうルールがあったんですでも今逆に紙作らない契約の方が多いんですよねペーパーレスとかでその紙作んない場合どうするんですかとかそういったようにどんどん広がってきちゃうんですこういった隙間とか広がり部分はどうすんのとそこに 通説判例って字があるんじゃないかな。通説判例。通説ってのはね、学者の見解。通説ってのはね、学者の見解。で、本当はちゃんと言うよ。あの、右の方にいろいろ載っていてね、産業のあたりに、 最もポピュラー。この字がポピュラーじゃない気がするけどね。最もポピュラー。最も支持されているのを、これ通説って言うんです。最もね、支持されているのを通説って言います。雑談ね。雑談ね。 ねえ、あの根本って講師何歳だと思ううーん、目がパッチリしてるから、僕22、三ぐらいだと思う。それ言ってんのお前ぐらいだよ周りから全く支持されないものから、周りから思いっきり支持されるものがあります。全く支持されないものを小数説。一番支持されているものに通説というふうに読んでます。で、まあ、中間柄が有力説でしょうか。 えちなみにね、学者の本を買うとね、みんながね、みんのは、俺が通説だってみんな書きます。俺が通説だってみんな書きます。でこの通説って評価は、本当にね、あのー、本当に学問の上から見た言い方なんですね。本当に誰かが決めるってもんじゃありません。はい。で、実はそれ以上に重要なのが、下の方に載っている、判例ってやつです。 で、この判例っていうのは、主に最高裁の結論。最高裁の結論と思ってください。最高裁の結論。で、ちょっと先に、あの、先ほど見た、ノートの12ページ一番下。ノート12ページ一番下見てくれる 対抗要件を具備した不動産賃借権については、物件的請求権を肯定したってあって、歳、半、昭和28年12月18日。歳っていうのが最高裁の歳。半、判決の判、昭・昭和の昭2、8、昭和28年12月18日の見解。 昭和28年12月18日の見解。で、これ、最高裁まで行って判断が出されると、世の中まずこれで動きます。最高裁が出した結論で、世の中は動くと思ってくださいあ。ただね、最高裁だからね、あのね、今でも思ってるのがね、 あの条文の隙間があっておこれやっと事件になったぞと民事訴訟にあったんです,っんですやっとこれ結論出るよやっと抗議で教えられるって思ってみたらあのね交際あたりで示談で終わっちゃったんですよ最高裁まで行って判決にならないと世の中で使われるルールにならないですねだからあのねいきますよ 世の中の隙間があったとして、この隙間のすべてに判例があるわけではないってことね。はん、え、隙間のすべてに判例があるわけじゃない。事件になってないものもあるし、また事件になっても最高裁まで行かなきゃダメだから。で、最後の一行を見てほしいんですが、 よってこれからは、この判例通説に従って議論を進めていくことにするって書いてますよね。優先順位。よしと。判例が優先して、これがなければ、通説です。 判例がなければ通説です。判例がなければ通説です。ただ、しっかり分かってほしいのが、これより先に優先するものがあります。 条文です。条文があれば、まずはそれ。なければ判例。なければ通説。で、あの、実はね、他の試験は別なんですけど、この試験ね、ほとんどと言っていいほど、通説出ないんです。ほとんどと言っていいほど。まあ、絶対というとね、あの、細かいもの言ったらキリがないんですけどね。実はね、通説の見解を正面から出す問題ってほとんどないんですよ。 つまり、ね、あのやっていいことやっちゃいけないことねへえそうなってるのかでもこうなったらどうなんだろうあ講義でやってきたあそういう判例があるのねおなるほどねうんこういうルールになってるのかでもこれどうなんだろうあなんか下に判例が載ってるから多分なんかあるんだろうなこれどうなんだろう判例もなさそうだよし学者の方を見てみよう絶対ダメ絶対ダメ <laughs> 一番いいのはね講義で条文見る 判例はない。そうですか。じゃあ、もうそこから考えません。条文もない、判例もない、そこは考えない。これが一番の受験のやり方です。条文もなく判例もなきゃ考えちゃいけないと。はい。それが一つ。で、あともう一個。 右のページの方に図表の2っていのがあるでしょうか。7ページの方、図表の2。よし。で、今日はね、この後、この図表の2。この部分の下2つ。これだけやってもう終わりで結構です。あとは全く見なくて結構です。あとは全く見なくて結構です。よしまずタイトルから。民法の指導原理。名前のタイトルどうでもいいです。 もう原理と思って背後にある原理背後にある原理と思ってください丈夫にない原理がいくつかありますただね4つほどあるんだけど受験で初め2つはまず使いません受験で初め2つはまず使いません3段目から指摘自治の原則もうこれは本当にフルに使いますよ 指摘自治の原則。すべての個人は自由な意思によらなければ権利を取得し、義務を負わされることはない。全体構造やったとおり、意思がなければ原理なし、意思がなければ権利もないし、義務もないと。意思がなければ権利もないし、義務もない。 だから、くどいようですけどね。えー、無権代理の場合は、代理権授与という意思がないんだから、義務を負わされたり、権利取得することもない。でも、無権代理でも、その内容がいいなって思ったら、追認という意思を出すことによって、意思を出すことによって、権利取得したり、義務を負ったりすることができる。 20年住み着いてるだけでは所有権取得はできない。20年住み着いた上で、沿用という意思をすることによって権利取得ができる。とまでしょうかね。ただこれあくまでも原則でしたね。不法行為。 意思がないくても損害賠償義務を負う。自分が意思を出してないんだけど損害賠償義務を負う。なんてことはあるわけです。 じゃあね、今度新しい件、新しい件に行きますよ。ちょっとかな。過失責任の原則ってやつです。人は故意または過失に基づいて他人の権利、利益を侵害し、損失を与えた場合、のみ損害賠償責任を負う。1段目、故意または過失。2段目のみ。 恋または過失2段目のみ、えっと、まずちょっとヘリックスからいくよヘリックスね不法行為の要件いって故意または過失プラス損害だったよねちょっと聞いててください書くと後悔するから聞くだけでいいようちに帰ってもう疲れたんであのベッドがあったんでこう わーって飛びつ、乗ったんですね。ふったら飛びついたら、プギャって行ってきたんですよ。で、よくよく見たらね、布団の中に、見知らぬヒッピーの親父が寝てるんですよ。で、私のこう、ダイビングボディアタックで、その親父がなんか、怪我してたんですよ。私は金を払う必要あるんでしょうかと。変な親父がいるの、私知りませんからね。そして、変な親父がいるなんてことは、普通は想定できません。わざとじゃないし、 落ち度もない。わざとじゃないし、落ち度もなければ、賠償する言われはないんですよ。わざとじゃないし、落ち度もなければ、賠償する必要もない。これが原則なんですね。わざともしくは落ち度がない。まあ、裏返せば、十分注意していれば、賠償なし。十分に注意していれば、賠償なし。 十分に注意していれば賠償なしと。よしで、下の注意書き、これが受験です。 ただし、過失責任の原則はあくまで原則であり、法律の至るところに無過失責任の規定が存在するので、それぞれ押さえておく必要がある。これが受験で押さえるポイントです。無過失責任です。落ち度がなくても責任を負わされる場合、落ち度があってもなくても責任を負わされる場合、落ち度があっても てもなくても責任を負わされる場合がありました。一個条文確認しましょう。117条と書いて、117条を開いてください。117条。 117条1項。他人の代理人として契約をした者は、事故の代理権を証明したとき、または本人の通院を得たときを除き、相手の選択に従い、相手に対し、利口、または損害賠償の責任を負う。損害賠償の責任を負う。で、この条文ですが、無権代理人が、無権代理だってことを分かっていた場合でも、 分かっていなかった場合でも、それでも責任を負わされます。無権代理をしてしまえば責任を負うというのが117条でした。ちなみに、だから要求者は要件なかったっけ無権代理は落ち度なくても責任を負わされるんだから、だからそれを追求するあんたは、 善意無過失じゃないとダメだとか、ありましたね。無過失責任を負わされるんだから、善意無過失じゃないと言えないぞとかね。で、まだ思い出せる全体構造の話。じゃあ、無権代理が、俺無権代理だもんって分かっていたんであれば、緩くなったって話。無権代理が分かってるよって言うんだったら、これは善意で過失があってもできたと。 今のはね、ちょっと角度を変えて書いたのが、2項の1号と2号です。2項の1号と2号です。軽め見てください。 はい。といったところで、これぐらいにしましょうか。なんで、これからね、無昔責任ということが出てきたときには、結構ワーワー言ってきます。なんで、無昔責任ってものはね、後でちょっとまとめた方がいいかもしれません。といったことで、今日はここまでということにいたします。で、ちょっとごめんなさいが1個ありましてね、あの、ノートの1ページの方をちょっと見てもらいたいんですが、あの、 合格ゾーンを4回目に持ってきてほしいと言ったんですが、ちょっともしかしたら3回目で問題解けるかもしれないんですよ。解けるかもしれないって何その言い方と。いや、その講義の深度なんです。で、やっぱり問題解いた方が多分勉強しやすいと思うので、ちょっと申し訳ない。ちょっと3回目できるかどうか、ちょっと保証できないんだけど、ちょっと3回目で1回、上巻だけ。民法上巻だけ持ってきてください。すいません。ちょっとね、あの、確証ができないんですけどね。 なんで次回はこちらのえブレイクスルーの一冊目と講義ノートと、あとは合格度の上昆、あとっと重いんですけど六法もしくは民法が見れる状態。これにしておいてください。ということでちょっと今日初回なので早めに立しましょうか。では今日はここまでにしましょう。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。